はじめ社長、はじめ社長、はじめ社長、木下優香、レイナちゃん、葵ちゃん、お前どうしちゃったんだよ。おい、お前どうした。揉めるなよ、喧嘩すんなよ。レイナちゃんはなんだ、はじめと去年付き合ってたとか、葵ちゃんとのこと分かって振られたとかさ、優香は優香で昨日水にゃに電話して、私も去年はじめと付き合ってたって、でもお別れしたとか、付き合ってる時期がかぶってたとか、揉めるなよ。おい、みんな、俺みんなの気持ちわかる、みんなの気持ちわかるよ。レイナちゃん、葵ちゃん、優香はさ、はじめのことが好きなんだろ。年収1億で高身長で顔もかっこいい、動画も面白い、それ好きになるよ、好きになる、しょうがない。はじめもみんな可愛いもんな、レイナちゃんも葵ちゃんも優香もみんな可愛いもん、だからそりゃ好きになっちゃうよ。みんなははじめのことが好きで、はじめはみんなのことが好きなだけだろ。揉めるなよ。なあ、みんな仲直りしないか、みんな並んでポセイドン打たないか。アナザーゴッドポセイドンっていう台があるんだよ。昨日出た、昨日ユニバーサルから出たキラーコンテンツ、絶対流行る、絶対面白い。みんなでこれ並んで打って出玉バトルやんないか。みんなでポセイドン並んで打ったら、そんなことなんかどうでもよくなるよ。なあ、みんなでポセイドン打って仲直りしないか。なあ、愛はたくさんあっていいと思うんだよね。だからみんなはじめを独り占めしようとするんじゃなくて、みんな仲良くさ、みんなで仲良く楽しもうぜ。アナザーゴッドポセイドンっていう波がみんなを待ってる。店は俺が用意するよ。みんな並んでポセイドン打とうぜ。俺みんなの返事待ってるから。柴田でした。